どうも、無職のレベル上げです。今日は、ね、17日の17時半です。夕食うまそう。ラジオを撮っていこうと思います。よろしくお願いします。仕事終わりました。それは本当に僕ね、今日から1週間休みなんですよ。まあ、1週間休みだからと言ってね、ほぼ家にいると思うんですけど、すっごい雨降ってますね。とはいえ僕は関係ないです。今日から休みなんでもう寝ます。とりあえず天候も相まってね、暗くていい感じっすね。おやすみなさい。おはようございます。終わりました。ちょっと一旦寝ます。ずっと寝てました。今から作業しようと思います。よしまーす。あ、もう寝ます。おやすみなさい。おはようございます。めちゃくちゃ爆睡してました。眠い。また寝てました。水曜日の仕事終わってからね、金曜日の15時で1日半ぐらい経ってますけど、寝てる時間半端ないっすね。いつももう8時間から10時間ぐらい寝てるつもりですけどね。僕ね、1週間ぐらいスーパーで買い物してなくって、まあね、このカーテン買ったりとかクッションカバーとか買ってね、支出が増えたっていうのが理由でちょっとお金使う気に なれなかったんですけど、今日久々にねスーパー行ってね、なんかいい食材があったら買ってこようと思います。も幻想的すぎません？めちゃくちゃ癒されますね。旅行に行くとしたら何が目的かって言ったら、やっぱ絶景とご飯ですね。来月もね、旅行行けるように頑張んなきゃですね。元気すぎるやろ。マイナンバーカード交付申請書、ご飯食べます。でね、ちょっとさっきのねマイナンバーカードの申請はちょっと後でやります。いただきます。ね、自分の中でいろいろ整理できたんで、ちょっと今からラジオを撮ろうと思います。ライブをね30分やろうかなって思ってるんで、ラジオもねぜひ皆さん聞いていただけると嬉しいです。絶賛休憩中です。ただね、もう本当は寝たいんですけどね、寝れないんで、ちょっと今からプロスピやって、その後にもう少し作業していこうと思います。ベッドの上で作業しようと思います。ちょっとね、作業をしてて今終わってね、空もね明るくなってきました。でね、これからちょっとね動画編集とかね、デスクワークばっかりしてるとあれなんで、せっかくね休みも長いんで、ちょっとバスケしようかって思って、公園に行ってね、コートが使われてなかったらバスケしようと思います。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。いや、なんかこういう景色見て思うんですけど、やっぱね、旅行にね絶景を見に行くとかっていう人いると思うんですけど、僕もそれは全然ありなんですけど、日常にもね絶景って溢れてますよね。先客がいるけど、お邪魔しようかな。ちょっとコートをね、若い子に譲って僕が帰ります。まあ、本音を言うともう疲れ切ってるんで、あっという間に疲れたわ。なんかおじさんたちがストレッチしてる、いいっすね。今からね寝ようと思うんですけど、僕ねもうこっから寝るまでがもうすごい長いんすよね。とはいえおやすみなさい。寝れないんで寝落ちするまで作業します。
もうね、寝るの諦めました。本当もう最悪な気分だ今。もうしょうがないっすね。本当ルンバを回そうと思うんで、ここら辺のもの全部ベッドの上にね移動させようと思います。お好み焼きを作ろうと思います。ふっくらしてる気はするんですけど、ぐにゃぐにゃなんですよね。見てこのなんか、わかりますなんか。まあいいか。1枚目。これちょっと冷凍保存するんですけど、ちょっとだけ味見します。なんか怖いよな。なんかぐにょぐにょやねん。水の割合が多かった可能性あるんだよね。2枚目以降は修正したんですけど、ほらもう崩れちゃうわ。うん、美味しいんですけど、やっぱ豆腐入れると、うん、ヘルシー寄りになるんですかね、きっと。めちゃくちゃ美味しいってわけじゃないですけど、まあ、これからやっていこうかなって思える味っすね。安くなって多少は健康になるなら。1枚目はね、割とうまくいけない気がします。1枚目やっぱりね、なんかあの粉の量を半分にしたのに水の量はそのままみたいな状態だったんで、良くなかったのかもしれない。ちょっとね、洗い物とかしてて遅れたんですけど、お好み焼きね、4枚、4食分と、ここに1枚。これは今日食べます。今日というか今食べます。なんかね、豆腐入れてね作ってみたんですけど、結局その後ろのレシピに載ってるね、豆腐入れない純正のお好み焼きが一番うまいっていうやつですね。まあでもなんか豆腐でちょっとヘルシーになってるのが自分的にはいいっていう感じなんで、このご飯をね食べた後トーチ上がってるからもう寝てしまえって思ってベッドに着いて早30分。なんでよ。本当に全然寝れないっすよ。本当にもう。なんかこのさ、ね、寝れないなら寝れないで作業すればいいですけど、作業できるほどなんか脳が回ってないんですよね。ずっと眠い状態で寝れないみたいな感じで。もう寝たいよ。あくびがすごい出るでしょ。あくびとかもすごい出るのに。全然寝れないっていう。これあるあるですよね。これなんか最近ずっとこれですよね。ほんとそう、眠れるかと思ってさ、今日朝さスポーツしに行ったってのもあるんですよ。あの身体的な疲れが足りないのかなっていう風にね思って、でコーヒーもね、その朝その外出るまではね飲んでましたけど、それ以降は飲まずにね、もう 3,4 時間ぐらい経ってて、なのに寝れない。ありがとうございます。ちょっともうちょい寝ます。とりあえず一旦一段落したんでフライヤー、これ少し画面します。一段落して、でね、今日あげる Vlog をねちょっと今から作ろうと思います。間に合うかわかんねえ。いやもう Vlog 貯金もあってもなくなりましたね。なんか社畜時代思い出してるんですけど、社畜時代の時は今ねこれ椅子に座ってるんですけど、こっちの足の方をねまた同じような椅子に乗せてこう寝るんですよ。これマジで3日に1回ぐらいこうやって寝てる人いましたからね。車輪のついた椅子を3つねポッポッポって並べて、その上にピタッてやって寝るっていう、もうこれテレビ業界あるあるじゃないですかね。起動した、やります。布団の上で
習してたんですけど、もうギブアップですね。一度寝て起きたら編集して18時までに投稿しようと思います。おはようございます。8月21日の17時、40分前です。ギリギリね、Vlog が終わりそう。今撮影している動画を、載せればね、 Vlog が完成というところまで来たんで、ここでね、終わりの挨拶をしようと思います。でね、まあね、最近はね、睡眠に悩んでるということで、なかなかね、こう夜勤労働をしてる分ね、その朝寝るね、生活になってるのは全然いいんですけど、朝寝るにしても入眠するまでに時間がかかるっていうことでね、かなり悩んでいるとこですけど、まあね、その夜勤バイトは夜勤バイトの良さがあって全然いいんでね、なんとかこう朝太陽が出てるけど眠れるみたいなね、環境をね、整えられるように、何かしらね、考えていこうと思っています。でね、ちょっと最後に皆さんになんか共有したいなっていうことがあって、まあ、自分の副業のチャンネルがここ最近というかこの2日めちゃくちゃ調子が良くって、本当は、なんかね、この今5連勤中なんですよ。5連勤中で、なんかね、もっとやりたいこととかあったんですけど、もうね、今 Vlog もそうなんですけど、動画編集ばっかりになっちゃってるっていうのはね、この今調子がいい時に投稿しなきゃなっていうのがあって、今必死にこっちをやっているって状況です。で、僕ね、副業の収益とかも Vlog 中にね、言ってますけど、この、再生数に応じた報酬っていうのは10月にもらえるんですよ。で、だからね、10月はね、ちょっとだけね、副業の収益の見込みがあるんじゃないかなって思っていて、それも共有できたらと思います。なんでね、これからのね、1週間ぐらいの Vlog は、副業のね、方の動画編集ばっかりになってしまうんですけど、まあそれも楽に生きるためっていうのと、まあ、僕ね、借金があるんで、まあ借金のほとんどが奨学金なんですけど、ちょっとそれを早く返したいなって思いでこれをやっています。まあとはいえ、まあ、自分のペースでやっていこうと思いますし、自分のやりたいことでもあるんで、充実度は高いかなって思います。まあ、副業は僕もね、毎日更新とかできてないんですけど、まあ、自分のペースでやってって、で、自分のペースっていうのはやっていけばやっていくほど、なんていうんですかね、その成長していくというか、僕も、まあ、自分が今やってる Vlog も最初は10日に1回ぐらいしか更新してなかったのが週1になって、で、それが週2になってっていうふうに、マイペースもずっと一定のペースじゃないんですよね。どん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 やっていくごとに、ペースが上がっていくんで、最初はマイペースで やってみるのがね、副業はおすすめかなって思います。それでね、合わなかったらすぐ辞めるべきだし、僕も辞めてきた副業っていうのはいっぱいあるんで、それで続くものをマイペースにやっていけたらなと思います。それで、その中で大事なのは僕はやっぱ労働日数だと思いますね。生活費を稼ぐための労働は最小限にするのがおすすめかなって思います。はい、ということでね、今回の放送は終了しようと思います。ちょっとね、この動画の更新が、18時ジャストにはできそうにないんですけど、すぐに、更新するように頑張ろうと思いますんで、ぜひ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。では失礼します。またねー。